も乃木坂のライバルグループとして結成されたグループ名を覚えることができない底辺取りです。今回は過去に坂道メンバーが舞台やドラマ、映画などで見せた衝撃的なキスシーンについて紹介していきます。松村さゆり。まず紹介するのは乃木坂の中心メンバーとして活躍し、卒業後もタレント、女優として活躍を見せている松村さんです。そんな松村さんは2021年7月から TBS で放送されていたドラマプロミスシンデレラに出演し、パラビオリジナルストーリーのシンデレラコンプレックスでは主演を務めていました。このスピンオフドラマで松村さんは高級旅館で働く24歳の中井を演じていて、学生時代に初恋の相手だった元彼に貧乏臭いと振られたことがきっかけとなり、お金持ちと結婚して悠々自適なセレブライフを送るという野望を抱く役回りでした。そしてドラマの中では金子信明さん、小宮理央さん、武田浩平さんという3人のイケメンとの関係性が描かれていましたが、松村さんは3人の中で金子さんとキスシーンを演じていました。松村さんはドラマの中で金子さんといい雰囲気になり、金子さんからキスをせがまれるも、一度はバカなことは言わないでくださいと拒否しますが、その直後振り向きざまに自分からキスをしたのでした。またキスをした後の松村さんは上目遣いで照れた表情を浮かべていて、松村さんの可愛さが現れるシーンとなっていました。乃木坂卒業後初のドラマ出演でキスシーンを演じていた松村さんの姿には、これまで応援していた側からすると少し複雑な気持ちになった人も多かったかもしれませんね。桜井玲香。乃木坂の初代キャプテンとしてグループを引っ張り、卒業後は舞台を中心に活躍している桜井さんもキスシーンを演じているメンバーの一人です。そんな桜井さんがキスシーンを演じたのは2022年4月下旬に東京大阪で上演されたフラワードラムソングというミュージカルでした。桜井さんは日本に初上陸を果たしたこの作品にリードというグループの古谷啓太さんと共にダブル主演を務めました。この作品はサンフランシスコのチャイナタウンを舞台に、オペラ俳優の親子と移民の少女の絆を描くというミュージカルで、桜井さんは中国からの移民役を演じることになっていました。その中で古谷さんとのキスシーンや抱擁シーンもある役どころについて、意気込みを稽古取材の場で質問を受けていた桜井さんは、女の子らしい女の子なんですけど、私普段挙動がゆったりした動作ができないから、女性らしく作っていきたいなと、おしとやかな女性を演じたいと宣言しました。そして実際に舞台では抱擁するシーンはもちろん、鮮やかな衣装に身を包んだ桜井さんは古谷さんとキスをするシーンを見事に演じきっていました。こうした舞台は毎日のように同じシーンを演じるため、何度もキスシーンを演じるんだと想像してしまうのは女性慣れしていない僕だけでしょうか。また乃木坂ではポンコツな部分が目立っていた桜井さんですが、舞台では様々な役を演じているので、今後も舞台での活躍っぷりに期待したいですね。遠藤さくら。続いて紹介するのは斉藤飛鳥さんが卒業した現在の乃木坂を引っ張る存在として活躍している遠藤さんです。遠藤さんはこれまで男性とのキスシーンを演じたことはないものの、ドラマの中で女性とのキスシーンを演じたことがあります。まず遠藤さんがキスシーンを演じたのが2020年3月から DTV で全4話が配信されたサムのことというドラマでした。このドラマは乃木坂4期生の遠藤さん、早川聖良さん、田村真由さん、架橋さやかさん、神奈川さやさんの5人が元アイドルを演じたドラマで、全体的に不思議な世界観の中で進む展開となっていました。そんなドラマの第1話では LGBT で悩む役柄を演じた早川さんが好意を寄せる神奈川さんの手を握ると、そこに遠藤さんが現れ、早川さんの前で大胆にも神奈川さんに対してキスをするシーンがありました。さらに他のシーンでは遠藤さんが早川さんにもキスをするシーンが映し出されていて、このドラマで遠藤さんは同期のメンバー2人とキスをしていたのです。まさかのシーンが続くドラマとなりましたが、遠藤さんはドラマの取材で、撮影初日から早川さん、神奈川さんとのキスシーンがありましたねというようにキスシーンについてのことを尋ねられると、緊張しましたし難しかったです、角度的にどうしたらいいのかも全然わからないしと苦労したことを明かします。さらにインタビュアーから、神奈川さんは寝ているところにキスするシーンでしたが、早川さんとはお互い目を合わせてだったそうで、と聞かれると遠藤さんはドキドキはしました、なんだろうこの緊張はって、でもお互い前向きにどうしたらうまくできるかなとか話しながら挑みましたと照れながらキスシーンについて語っていました。また遠藤さんは光 TV オリジナルドラマとして放送されたボーダレスでも少し過激なシーンを演じていました。このドラマでは乃木坂、桜坂、日向坂のメンバーがグループの垣根を越えて出演していました。そんなドラマで遠藤さんはとあるシーンにおいて相手の女性から首元をキスで攻められるというシーンを演じていて、ファンからは相手が女性とはいえちょっと刺激的すぎるなど戸惑いを隠せないような意見が上がっていました。このように今のところは男性とキスシーンを演じていない遠藤さんですが、いずれは他のメンバーと同じようにドラマなどでキスシーンを演じる可能性はあるかもしれないので、今のうちに心の準備をしておきたいと思います。皆さんは遠藤さんが乃木坂在籍中にキスシーンありの仕事が来ると思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。北野日向子。4人目に紹介するのは2期生として乃木坂に加入後、天真爛漫な性格で人気を集めた北野さんです。そんな北野さんが衝撃的なキスシーンを演じたのは、乃木坂卒業後の2022年9月から放送された少年のアビスというドラマの中でした。このドラマは2020
2010年から週刊ヤングジャンプで連載をスタートし、累計発行部数100万部を突破していた人気コミックを実写ドラマ化したものでしたが、原作が漫画だったこともあり、内容は少し過激な部分もありました。そのため北野さんも第1話から主人公役を務めていた荒木とあさんと共にキスをするシーンが映し出されていたのです。さらにこのシーン以外にも、北野さんは荒木さんとかなり濃厚なキスを交わした後に2人がベッドシーンを演じる姿まで映っていました。こうした姿にいくらドラマだとはいえ、乃木坂時代の純粋な北野さんを知るファンは衝撃を受けた人も多かったのではないでしょうか。樋口日奈、次に紹介するのは乃木坂時代からセクシーな雰囲気を漂わせていた樋口さんです。樋口さんは2022年3月から TBS で放送されていた往生際の意味を知れというドラマに主人公の男性と同僚という役で出演していました。このドラマの中で樋口さんは主人公役を務める青木ゆずさんと共に外の木陰で堂々とキスをしたり、家の中でキスをするシーンが放送されていて、キスシーンがあるだけでも乃木坂ファンには少し衝撃を与える内容でした。しかし樋口さんはドラマの第6話で青木さん演じる男性にお酒を飲んだ勢いで迫っていき、濃厚なキスをするだけでなく非常にリアルなベッドシーンまでもが描かれ、樋口さんは美しい背中を大胆に披露していたのです。このようにドラマで公開された樋口さんのセクシーすぎる姿には SNS 上の乃木坂ファンから、ひなちま美しい、ベッドシーンが思った以上に激しい、ひなちまのベッドシーンに声出た、これはヤバすぎるけどひなちまの女優魂を感じた、というように驚きの声が多く寄せられていました。かなり刺激が強いシーンでしたが、乃木坂時代からセクシーな姿を見せていた樋口さんだけに、こうした少し過激な作品に起用されることが多くなっていくのも仕方ないのかもしれませんね。菅井優香、続いて紹介するのは欅坂46時代からグループのキャプテンとして活躍した菅井さんです。そんな菅井さんがキスシーンを披露したのが、まだグループ名が桜坂に変更する前の2020年1月30日から上映された飛龍伝2020という舞台でした。この舞台は2010年にこの世を去った劇作家塚光平さんの代表作で、これまで広末涼子さんら名だたる女優が演じてきた大役を菅井さんが演じることになっていました。そして菅井さんはこの作品で俳優の三方涼介さんとノンスタイルの石田明さんの2人と共演していましたが、劇中には2人とのキスシーンを演じていて、さらに三方さんからは胸を揉まれる過激なシーンもありました。中でも石田さんとのキスシーンでは菅井さんが涙を流しながらキスをするという場面で、菅井さんの熱演っぷりが話題となりました。こうして舞台での活躍を見せた菅井さんは、その後グループを卒業してから初舞台となった作品でもキスシーンを演じたのです。その作品は2023年1月末から上演された塚光平復活祭2023新幕末純情伝という作品でした。またしても塚さんの作品に出演することになった菅井さんは、この舞台でもキスシーンはもちろん胸を揉まれるシーンなども演じていて、2020年の作品に続き熱演を見せていました。舞台の一部とはいえ、大勢の観客に見られながらのキスシーンなどは普通だったら少し抵抗があってもおかしくありませんが、しっかりと演じ切った菅井さんの女優魂はさすがですよね。深川舞、乃木坂時代に聖母と呼ばれ、周囲の人を包み込むような温かさで誰からも尊敬された深川舞さんは、2016年に乃木坂を卒業してから様々なドラマ映画に出演しています。その中でなかなかキスシーンを演じることはありませんでしたが、2020年10月から12月に BSTBS で放送されたサワコそれは果てなき復讐というドラマで、深川さんは初めてのキスシーンを演じていました。このドラマはかなりダークな作品で、性的なシーンも多く描かれていて、主人公に人間関係を壊されていくという難しい役を演じた深川さんは、キスシーンだけでなくベッドシーンも演じていました。乃木坂時代に深川さんのことをとにかく聖母と慕っていた川越ひなさんが、こうした深川さんの過激なシーンを見たら発狂してしまいそうですよね。それでもしっかりと過激なシーンを演じ切った深川さんは、ドラマに関するインタビューを受けた時に、今回が初めてだというキスシーンやベッドシーンにプレッシャーや抵抗はありましたか？と質問を受けると、どうやったら見ている人がドキドキするようないい見せ方ができるかなとは考えていました。でも私だけでなく他のキャストさんも、インティマシーシーンが今回のドラマで初めてという方が多かったので、みんなで頑張ろうねという感じでリラックスして撮影に臨めました。最初は緊張もありましたが、抵抗を感じることはなかったです、というように答えていました。やはり女優になるとこうしたシーンを演じるのも演技力の一部になるので、グループを卒業してからもそのメンバーを応援する際にはまた違った見方で応援していかなければ心に大きなダメージを負ってしまうかもしれないので、気をつけていきましょう。農場亜美、最後に紹介するのは乃木坂に在籍していた時代にはバラエティーの活躍が多く見られていた農場亜美さんです。そんな農場さんは2021年11月から放送された乃木坂を卒業して初めての本格的なドラマ出演となったアベマオリジナルシリーズ新作ドラマ私が獣になった夜、名前のない関係の中で、体だけの夜、変われない私という回に出演し、過激なシーンに挑戦していました。この作品では女性が本能のまま獣のように男性を求めた夜を描いた禁断のエモーショナルラブストーリーというコンセプトだったこともあり、農場さんは大胆なキスシーンやベッドシーンを演じていました。その中で農場さんはドラマに関するインタビューを受けた時に、ベッドシーンに臨むにあたって緊張や恐怖感
などはありましたか？と質問を受けると、最初はありました。撮影中、どんどんそのシーンが近づくにつれて、どうしようという気持ちになったのですが、いざそのシーンになった時は、自分の中でスイッチが自然と切り替わったんです。恥ずかしがっていたり、不安だったりしたまま演技をすると、見ている人に伝わってしまうと思うし、ドラマを見ている人が登場人物に入り込めないで冷めてしまうのは嫌だなと思ったので、恥じらいなどを全部取っ払って、本当にタイトル通り獣になった気持ちでいくぞと思ってから臨みました。と語っていました。今回は坂道メンバーの衝撃的なキスシーンについて紹介しましたが、加入前から可愛かった乃木坂メンバーについてはこの動画で紹介しているのでぜひ見てください。というわけで、女性と全く縁のない僕に同情してくれる人はチャンネル登録だけでもお願いします。それでは皆さん、さようなら。